グラディエーターは二千年に公開されたアメリカ合衆国の歴史映画。監督はリドリー・スコット、主演はラッセル・クロー。第七十三回アカデミー賞及び第五十八回ゴールデング・ローブ賞で作品賞を受賞した。低成ローマ時代中期を舞台とし、ラッセル・クローを噴するローマ軍将軍、マクシムス・デシムス・メレディウスは皇帝アウレリウスと、 皇太子コモディスの確執に巻き込まれて、家族を失い、自らも奴隷に身分を落とす。マクシムスはコモディスへの復讐を誓い、ローマ文化の象徴の一つである剣闘士として、名を挙げていく。制作会社は、ドリームワークスで、監督は、エイリアン、ブレードランナーなどを制作したリドリン・スコット。主要キャストは、ラッセル・クロウ、ホアキン・フェニックス、コニー・ニールセン、オリバー・アリード、 ジャイモン・フンスー、デレク・ジャコビ、リチャード・ハリス。2000年5月5日に発表された同作は、優れた映像美やストーリーから大きな商業的成功を収めた。批評家からも高い評価を得て、第73回アカデミー賞作品賞並びに、第58回ゴールデングローブ賞ドラマ、部門作品賞を受賞する名誉を受けた。本作の成功を受けて、すぐに制作陣では、 続編として本編の前後を描いた作品が計画されたものの、現在に至るまで実現されていない。時代は、ネルーアントニーノス朝のローマ帝国。平民出身の将軍マクシムス・デシムス・メリディアスは、ゲルマニア遠征で、蛮族との決戦を迎えていた。幸福を説得するため、ローマ軍から使わされた死者が斬首され、その首が晒されたのを皮切りに、両軍の戦闘が始まる。 ローマ帝国軍は、東方族州からの旧兵隊や、公兵隊のカタパルトを駆使して、森林地帯に潜むゲルマニア軍に砲撃を与えた後、軍団兵を前進させる。高地に陣取る蛮族の軍勢に、軍団兵は苦戦を強いられるものの、マクシムスは自ら騎兵部隊を率いて、蛮族を背後から強襲して、敵将を打ち取り、結果として勝利を得る。 傷つき倒れる兵士たちを目に、老境を迎えつつあった皇帝アウレリウスは、膨張し続ける帝国の崩壊が近づいていることを、悟るのだった。老いた皇帝を悩ませるもう一つの問題が、帝継承についてだった。検定と名高いアウレリウスは、巫女、コモデスが、勇気や正義感など持たず、貴族との政治や作望に没頭する様を疎み、その一方で、 マクシムスの勇敢かつ無欲な部分を気に入っていた。アウレリウスは、問題を抱えるローマを根本的に立て直すには、民衆が貴族と同等に政治を行っていた。共和制へ戻す必要があると考え、その意思の実現にはマクシムスに定位を譲ることが、最良だと考える。一方、皇帝の実施であるコモドスは、 父の愛情が自身に向けられていないことを不安に感じ、旧友でもあるマクシムスに、側近として自分の知性を助けてくれるように頼む。アウレリウスはマクシムスを自らの天幕に呼び寄せ、戦いの愚かさについて説く。マクシムスは、ローマを光に例え、皇帝に反論して、遠征の意義を説くが、アウレリウスは、大敗してしまった、近年のローマを知らないとマクシムスを悟す。 そして、共和制へ戻す構想を伝え、その実行者として、マクシムスを指名する。マクシムスは、定位を継ぐ気でいるコモデスはどうなるのかと尋ねるが、アウレリウスは、君主の器ではないと一周する。アウレリウスは、自分が、必ず説得すると約束し、マクシムスは考える時間が欲しいと述べて、天幕を離れる。遅れて天幕に呼ばれたコモデスは、 その場に安置されていた父の胸像の前で待っていた。やがて皇帝本人が後ろから現れる。アウレリウスはあえてコモデスに定位を継ぐ覚悟を尋ね、コモデスは喜んで退任を引き受けると答えるが、告げられたのは定位をマクシムスに譲るという内容であった。自身にその理由や共和制以降の大義を説く父に、対しコモデスは以前に アウレリウスから送られた手紙について話し始める。手紙には皇帝に必要な徳が書かれていたが、コモドゥスに備わる徳はどこにも書かれていなかった。それはまるで自分を息子と認めたくないかのようだったとの、コモドゥスの言葉に、アウレリウスはほじった考えだと否定する。しかしコモドゥスは、自分は、父親が誇りに思える息子になりたかったと告げ、なぜ自分を憎むのかと涙を流す。 息子と対話するアウレリウスは、父親として息子に接するのを怠ったことが、結果として息子を歪ませてしまったと悟る。息子の前にひざまずいたアウレリウスは、息子が至らぬのは、至らぬ父を持ったためだとこうかばう言葉を述べ、自らも涙して、和解の法要を求める。コモドスはアウレリウスを抱き止めるが、そのまま泣きながら、父親を殺してしまう。 愛情よりも衣服が勝っていた父親が、不敵な自分に許しをこうた姿を認められなかったので、ある。翌朝、復診の将軍クイントスから皇帝の死を知らされたマクシムスは天幕に向かう。コモドスからは皇帝が病死したと告げられるが、アウレリウスから敗着の良い,い死を伝え聞いていたマクシムスは、事実に気づき、忠誠を求めるコモドスを拒絶して、事実を明らかにしようとする。 しかし大方の者たちは、事実を知った上でコモデスに従っており、クイントゥスも、マクシムスを裏切って、彼を捕らえ、従わなければ、マクシムスとその家族を処刑せよとの皇帝の命を、実行する。マクシムスは家族を守るために、この絵評達と一戦を交えて、脱出、普及で馬を乗り換えながら、スペインの故郷へ急ぐ。しかしたどり着いた家は焼き払われ、 祭祀は共に生きながら焼かれ、吊るされていた。二人の意外を前に泣き崩れるマクシムスはその場に倒れ込み、やがて疲労から意識を失ってしまう。僕が覚めた時、マクシムスは商人の一団に捕らえられ、属州アフリカのモーリタニアカイサリエンシスにあった、ズッカバルという名の町へ連れて行かれ、奴隷市場で売られていた。生きる意義を失ったマクシムスは脱出するわけでもなく、 無気力にされるがままに過ごしていた。そこへ、小さな剣討師団を運営するプロキシモという男が現れる。マクシムスは剣討師として使いそうな奴隷を探し回っていたプロキシモにスパニャードとして売り飛ばされる。剣討師団では先輩の剣討師ハーゲンが奴隷たちの審査を行い、勇敢な者は赤、臆病者は黄色と絵の具で印がつけられていく。 自分の番が回ってきた時、マクシムスは武器を取ることすらせず、殴られるままになり、プロキシモから興味を持たれつつも黄色を塗られる。新入りたちは、最初の儀礼として、闘技場の標的として送り込まれる。多くの奴隷が斬殺される中、マクシムスは剣頭師たちを相手に、見事な戦いぶりで応戦し、同じく奮戦していたヌミティア人奴隷のジュバと二人で、試練を乗り越え、 はからずも剣闘士への第一歩を踏み出してしまう。マクシムスが新しい宿命を得たとき、折しも遠く離れた帝都ローマでは、コモデスが壮麗な外戦式を執り行っていた。元老院の貴族たちは経験のない若い皇帝を侮るが、コモデスはもともとは共和制であるローマでは、貴族より民衆に力があることを見抜いていた。娯楽や食料を惜趣味なく分け与えて、 民衆を喜ばせ、また、自らも、民を愛する皇帝として振る舞いコモデスは、民の心をつかみ、元老院を無視した先制的な統治を進めていく。娯楽の中で特に人気を博したのが、検討儀大会であった。それまでコロッセウムでの検討は禁じられていたが、コモデスの計らいで大会が再開された。地方都市に散らばっていた、検討士団が上がって、帝都ローマに集う中、 プロキシモは次第に成長するマクシムスを引っ下げて自らもローマの大会に参加しようとする。マクシムスは興味がないと答えるが、検討士が自由を与えられる際、皇帝と越見できると聞いて失っていた復讐心を取り戻す。マクシムスは真意を隠した上で自分も自由を得たいと告げ、プロキシモはならば民衆を味方につけろと助言する。プロキシモもかつては ナウテの剣道士であり、他でもないアウレリウス帝によって、ルビアスを賜り、自由の身を得たのだった。ローマに宿営地を構えたプロキシモの剣道士団だったが、不利な契約を取り付けられ、声に戦争様の戦いを模した闘技でのカルタゴ軍役に借り出されてしまう。工業士たちの賭けでは10中89が負け試合であったが、鼻当て付きの兜を被ったマクシムスは、 将軍時代の経験を生かして剣討師団を指揮し、ローマ軍に役の戦車騎馬隊を壊滅に追い込む。本来は、ローマが勝利するはずの筋書きが変わってしまったが、民衆は怒る、どこか圧倒的に不利な状態で打ち勝った剣討師団を称え、歓声を上げる。貴賓席でその様子を見ていたコモドスは、スパニャードという剣討師に興味を持ち、会見すると告げる。 この野兵とクイントスを連れて、闘技場に入ったコモデュス。マクシムスは落ちていた弓矢の矢尻を手の中に隠して暗殺しようとするが、皇帝のイルキウスがコモデュスの傍らにいたことから、ためらってしまう。時期を逸しているうちに、コモデュスはマクシムスを、ヘラクレスの化身と称賛して、兜を外して、本当の名を名乗るように促す。背を向けて立ち去ろうとするマクシムスに、コモデュスは、 皇帝の命に背くなと告げ、再度兜を外すように促す。覚悟を決めたマクシムスは素顔をさらして向き返り、真の皇帝マルクス・アウレディウスの進化マクシムス・デシムス・メレディウスと名乗る。死んだはずのマクシムスの姿に動揺したコモデスは、囚人監視の中で、クイントゥスに処刑を命じる。しかし闘技場の英雄を殺そうとする皇帝を見た、民衆は、殺すなと連呼し、やむなく、 コモドゥスはマクシムスを除名する。皇帝ですら、ローマの民衆の恋に逆らえないことは同じであった。コモドゥスは、闘技場で、マクシムスを殺すべく、ガリアの虎戦士と謳われた、剣闘士ティグリスとの試合を用意、加えて、闘技場に虎使いを控えさせ、ティグリスに有利となるように仕向けておく。しかしマクシムスは、ティグリスを破り、さらに、民衆の殺せとの叫びを受けて、 コモデスが処刑を命じると、わざとこれに反抗して、ティグリスを助けてしまう。民衆はマクシムスを慈悲深いと称賛し、ますますコモデスの立場を危うくする。名誉をたびたび傷つけられたことでコモデスの人気は加工し始め、元老院内のグラックス議員ら反対派の政治家たちも反乱の防御を進め始める。コモデスの冷酷さを知った姉のルシラの手引きで、 グラックスとマクシムスは引き合わされ、マクシムスは元老院の手引きで、かつて指揮した軍団のもとへ脱出する計画を告げる。グラックスはマクシムスが独裁を行わないという保証はないと反対するが、マクシムスは亡き皇帝の意志に沿うだけだと語り、自分はコモデスと差し違えれば、それでいいと説得する。グラックスはマクシムスを信じて、プロキシモから身柄を買い上げようとするが、 皇帝から怒りを買うことを嫌うプロキシモは拒絶する。プロキシモはコモデスに恨みがあるわけでもなく、むしろ自分を金持ちにしてくれたと笑う。旧したマクシムスはしばらく考えた後、先帝を殺した男だと告げる。一方、宮殿ではコモデスがマクシムスの存在を恐れるようになっていた。皇帝の側近であるファルコ議員はマクシムスが手に負えなくなる前に、 殺すべきだと助言するが、コモデュスは、民に憎まれたくないと拒絶する。そこで、ファルコとコモデュスは、一計を案じてわざと、マクシムスや反対派を泳がせ、反乱を起こした直後に捉える計画を立てる。計画は見事に成功してクラックスと、ルッシュラがまず捉らえられ、さらにプロキシモが殺され、最後にはマクシムスも捉らえられた。コモデュスは、民衆が納得する方法で、 マクシムスを処刑するため、闘技場での一騎打ちを望む。自分自身で戦うのかと尋ねるマクシムスに、コモデスは自分が恐れるとでもと返すが、マクシムスはこれまでずっと恐れ続けた人生だったろうと、笑う。英雄とは違って、人間なら誰でも恐怖を感じるとコモデスは、反論するが、マクシムスはかつて偉人が残した、死を避けられないなら、笑って、受け入れるのみとの言葉を教える。 コモドゥスが、その言葉の主は、自分が死ぬ時も笑えたかと尋ねると、マクシムスは、思い出せと返す。言葉の主は、コモドゥスが自ら殺めた、アウレリウスだったのである。コモドゥスは、マクシムスの腰にナイフを突き立てて、傷を与え、クイントゥスに命じて、甲冑で傷を隠させて出場させる。民衆の歓声の中で両者の試合が始まり、 傷の苦しみから思うように戦えないマクシムスは苦戦を強いられる。それでも気力を振り絞ってコモデスの剣を弾き飛ばすがやがて意識が遠のき始めてしまう。コモデスはクイントゥスに新しい剣をよこせと叫ぶがクイントゥスは兵士たちに決して手出しをするなと命じる。追い詰められたコモデスは先のナイフを取り出して止めを刺そうとするが潜ろとしながらも戦おうとするマクシムスとすででの 激しい、殴り合いとなる。乱戦の末、マクシムスがコモデスの首下にナイフを持った手を押し向けていき、抵抗するコモデスの力を抑え込んで喉にナイフを突き刺す。次第に崩れ落ち、力なく倒れ込んでコモデスは絶命する。そして、クイントスラにグラックスの解放と正しい形にローマを戻すように言い残して、マクシムスもまた倒れる。 闘技場の砂に倒れた両者の遺体。民衆は皇帝の遺骸を放置し、マクシムスの遺骸を掲げて去っていくのだった。グラディエーターのアイディアは、制作を務めたデビッド・フランゾーニが提案したもので、あり、同時に、脚本の初期案は、彼の手で書き上げられた。フランゾーニは、以前に制作、脚本として関わったスティーブン・スピルバーグ監督による、アミスタッド』の商業的成功で、 ドリームワークスから新たな映画の制作と立案を依頼されていた。フランゾーには古代史に関する特別な興味を当初持たなかったが、ダニエル・マニックスの小説、ゾーズ・アバウト・ツー・ダに影響を受け、さらに、ローマ皇帝群像を読んだ経験からコモドス・ミカドに関する映画制作を思い立った。草案では、ローマ皇帝軍像のコモドス・デンには登場せず、ヘロディアヌスやカッシウス・ディオといった、 同時大臣によって伝えられた、検討士ナルソキスソスが、モチーフとされ、名前もそのままであった。しかし、ナルソキスソスに関する記述が乏しいために、様々な歴史人物がモチーフとして加えられ、独創的な主人公、マクシムスを形作っていった。差し下ろされた親指監督については、総制作のウォルター・カイ・パークス、ローリー・マクドナルドによって、リドリー・スコットにオファーが出され、 二人はアイデア源の一つであるジャン・レオン・ジェロームの絵画を見せて脚本を説明した。スコットは古代ローマ時代の映像化に強い興味を示したものの脚本や草案については全面的に書き直すべきだと批判し実際に脚本家のジョン・ローガンによって大幅に変更させた。ローガンにより書き直された部分としては主人公が 検討師になるまでの展開に深みを持たせたことと、逆に、家族描写については大幅に減らしたことが挙げられる。制作の直前まで脚本についての議論は続けられており、3人目の脚本家として参加した、ウィリアム・ニコルソンは、主人公マクシムスを、より感傷的な人物として描写するべく、作品中に品質する、死生観についてのテーマを織り込んだ。その中で、 ヌミディア人の奴隷、ジュバが重要な役割を演じるよう人物関係が調整された。途中でフランゾーニも制作から脚本に復帰して、ウィリアムとローガンの変更案を監修する立場に就いた。ウィリアムはフランゾーニの初期案を尊重しながら変更作業を行い、フランゾーニも脚本監修としては変更案を自由に行わせた。しかし制作としてはあくまで自分の初期案に近いものを、 採用するように主張していた。後に、フランゾーには、グラディエーターについては、制作に関する貢献が認められ、アカデミー作品賞を共同受賞した。また脚本は、主演を務めたラッセル・クロウからの提案による修正も行われた。彼は常に、脚本の内容について、意見を提示し、納得する回答が、制作人から得られないと、不満げに、セットを練り歩いた。 ドリームワークスの制作陣は口を揃えて、すべての脚本を書き直させようとした。特にトレーラーでも使用された、根性化、さもなくば、来世で復讐を果たすというセリフを断固として、受け入れなかったと証言している。ラッセルが追加された、死生観についてのテーマを嫌っており、ウィリアムの脚本はゴミだ。だが私は、世界一の俳優だからどんなゴミみたいなセリフでもよく、 演じて見せるとまで罵倒したという。ウィリアムは多分私の脚本がゴミみたいだからそのままのセリフを喋ったんだろうねと皮肉っている。映画撮影に備えてスコットはストーリーボードの制作に数ヶ月間を費やした。また6週間にわたって制作スタッフを連れてイタリア、フランス、イングランド、北、アフリカなど実際にローマ文明が形成された土地を旅行して 撮影用の場所などを探して回った。作中で登場する、調度品や衣服、セットや建築物の多くは、購入や借用が困難であったため、ほとんどが映画のために一から制作された。1999年の5月、最初の撮影が開始された。まず取り掛かられたのは、映画の冒頭にあたる、冬のゲルマニアでの戦闘場面だった。 しかし実際に撮影が行われたのは先日の通り春頃で、また撮影場所にはイングランドのボーヌッツが用いられた。現地の森林委員会が森を伐採する予定にあったことを知ると、スコットはこれを活用して森の木々を燃やすなどの撮影について許可を得た。スコットと撮影監督のジョン・マシソンは可変フレームレートやマルチカメラといった技法を用いて迫力ある。 戦闘シーンを撮影した。これは1998年のプライベートライアンでも使用された技法である。次に、モロッコ王国のワルザザートに撮影場所を移して、ズッシャワルの奴隷市場と訓練シーンを3週間にわたって撮影した。地方闘技場での場面は、実際に古い建設技術と材料を使って3万個のドローレンガを作って組まれたセットが撮影スタッフによって用意された。 そして最後に、ローマ市内のシーンのため、マルタ島の理科総理市で19週間の長期撮影が行われた。マルタ島が選定された理由は、ローマの本土であったイタリアに近く地理的条件が似ており、近世に建てられたローマ風の建築物が存在していたためである。とはいえ長い歴史で、マルタ島の遺跡も多くが変容しており、この場面はセットと CG 技術を駆使したフォローが、 想定されていた。事実、街中で見られる建物の多くやコロッセウムの基礎部分を除いた箇所などが CGI によって付け加えられている。同時に実物大のセットも組まれたが、特にコロッセウムの基礎部分は100万ドルもの費用を投じて建設された。これ以外に映像を彩る小物類などはすべてこの映画のためだけに発注された。 オーダーメイド品で他の歴史映画からの使い回しなどは一切行われなかった。撮影後の作業は編集と CGI 加工に絞られ、特に CGI 部分についてはロサンゼルスに CGI 用の設備を持つミルシャが担当した。彼らは撮影スタッフが苦心して用意した映像をさらに迫力を加える様々な努力を行った。例えば冒頭の合戦シーンで放たれたヒアは、 実際には安全性などの問題から敵陣の前までしか飛ばしていなかったが、これを敵陣に届いているように修正する作業などが行われている。他に、コロッセウムのシーンで観客のエキストラが用意しきれない部分や外線式で元老院の長い階段を登る場面なども CGI 工程で追加された。最終的にミルシャのスタッフは90以上の部分に加工を加え、 映画内で9分間分の場面に手を加えた形になった。また主要俳優の一人であったプロキシモ、役のオリバー・リードが撮影終了間際に病死したことは予想外の作業を必要とした。出演予定だった終盤の場面は、編集や CG で誤魔化すという苦肉の策が行われた。なお、プロキシモは兵士たちに囲まれ視察されるが、 そのシーンのプロキシモは容姿を似せた代役が担当し、顔が映らないようにしている。グラディエーター制作の上でこうした CG 制作は欠かせない重要な作業であった。しかし CGI 作業を統括した視覚効果監督のジョン・ネルソンは、我々がやったことは映画全体の一部に過ぎない。オリバーの件にしても人々に感動を与えたのは彼の演技だった。 我々はそれを上映する手助けをしただけだとコメントしている。本作はオリバー・リードの遺作となった。音楽はハンス・ジマー、リサ・ジェラルド、クラウス・バ・デルトが担当、ゴールデングローブ賞の音楽賞を受賞したほか、アカデミー作曲賞にノミネートされるなど高い評価を受けたが、戦闘場面の楽曲はホルストの組曲、惑星の火星と告示しており、2006年、 ホルスト財団から著作権侵害で訴訟を起こされた。ジマーガーは盗作ではないと主張し全面的に争っている。またコモドゥスの外旋式シーンに使用された曲はワーグナーのニーベルングの指輪と告示しており、冒頭におけるゲルマニアの曲はリドリー・スコットが愛好している映画ズールーとの関連を主張する意見もある。また同作品の主題歌、 ついに自由に歌ったリサ・ジェラルドも一気に知名度を上げた。楽曲は高い評価を受けた映画音楽として多方面において釈用され、2003年の NFL 決勝戦でハーフタイム中に流されている。同年、ルチアーノ・パバロッティは劇中音楽の歌唱部分を担当する申し出を断ったエピソードを明かし、受けておけばよかったと後悔を口にしている。 同作品は史実に誠実でなければならない、学問的な歴史資料ではなく、娯楽としての刺激作品であることから必ずしも、史実性を絶対視する必要があるわけではない。だが現実問題として、映像作品に社会的な影響がある以上、特に成功した歴史映画であるグラディエーターが誤ったローマ時代の知識を与えるとの批判を受けており、 実際に史実と創作の混同を助長しているのもまた事実である。リドリー・スコット自身は史実のローマ時代に深い興味と敬意を抱いており、できる限りは実際のローマの映像化を望んでいたとコメントしている。事実、スコットは撮影に挑むにあたって数人の権威ある歴史学者を史実交渉のスタッフとして承知している。しかし作品を盛り上げるための演出や脚色も また、娯楽作品の監督として行っており、史実交渉のスタッフと衝突することも多かった。また、スコットは史実を重んじる一方で、史実で不明瞭な部分は想像で補っても良いというスタンスも持っており、例えば冒頭の冷やを溝に注いだ油で点火する場面は、スコットの想像である。他に、コロッセウムにカフェが用意されている場面についても、ボークンネロが、 カフェで万引きをしたという、ある歴史書の記述を下に、ローマ時代にカフェという文化はないという交渉スタッフの意見を知り添けて、真に取り入れている。他に登場人物の衣服なども史実に基づきつつ、より華やかで映像映えするアレンジや色彩が採用されている。体力自慢の暴君として、歴史書に描写されるコモディスを病弱で情緒不安定な青年に描く一方、 アウレリウスを皮肉屋の共和主義者として描くなど独自の歴史解釈も与えている。スコットのある意味で柔軟で独創的であり乱暴で優柔不断でもある史実への態度は論争を巻き起こし少なくとも一人の歴史交渉役が途中で交板している。コネチカット大学のアレン・ウォード教授はスコットの態度を創作上は必要だった部分もあると擁護しつつも 作家が娯楽のために許されている客色は、史実を乱雑に扱うことへの許可証ではないと批判している。特に一番論争の種になったのは、物語の重要箇所である、コモデュスによる父アウレリウス暗殺の場面で、多くのローマ時代における歴史書は、コモデュスによる暗殺を否定している。次に、主人公マクシムスが極めて好意の感触についている、重心であり、 最終的に皇帝を暗殺するという大技を成し遂げたにもかかわらず、その存在が完全なフィクションであることが批判される。ただし、マクシムスのモチーフとなった人物は、幾人かの実在人物が用いられている。具体的には、実際にコモデスを宮殿で暗殺したとされる、剣闘士、ナルキスソス、戦争の英雄として活躍した後に潔く、農夫に戻った。 独裁官キンキナトゥス、アウレリウスの重心の一人であった、執政官、マルクスのニュース・マクリウスなどである。大筋において史実に基づきつつ、細かい部分で独創的な脚色が加えられた歴史映画という意味で、グラティエーターはソードサンダル路線の継承者と言える。その中でも特に共和世紀の奴隷反乱をもとにした、スパルタカスと本作と同時代をもとにした。 ローマ帝国の滅亡の影響が指摘される。ローマ帝国の滅亡の大筋は、暴君、コモデスが父を暗殺して、定位を奪い、主人公を味方に加えようとするが拒否されたことから、粛清するが、生き残っていた主人公と一騎打ちの末に倒れるという内容で、グラディエーターも同じあらすじを使用している。しかし、主人公をはじめとする主要人物の描写や戦闘シーンの工夫によって、 両作品の芸術性は全く異なる方向へと向けられている。リドリー・スコット自身は、ローマ帝国の滅亡よりもむしろ、スパルタカスとベンハーが古代ローマを舞台にする上で影響を避けられなかったと研究している。その上で、2000年という人類文明の一つの節目に、人類の歴史に影響を与えた大帝国の分かれ目を描きたいと思えたともコメントしている。他に、 コモデスの外戦式の場面は、ヒトラーの意向で制作された、ナチスのプロパガンダ映画、石の勝利を参考にしたと言及している。一方でスコットは、ヒトラーを真似たというのは正確じゃないな。ヒトラーが、ローマの真似事をしたのさと皮肉を込めてコメントしている。映画が公開されて、すぐに、著名な映画レビューのウェブサイト、ロッテントマトズで76%の批評家が、 本作に肯定的な評価を下し、また平均点は10点満点で7.2点,点となった。同様の映画レビューサイト、メタクレッティックの平均点は100点満点中64点だったが、このサイトにおいては高い点数であった。CNN は冒頭の戦闘場面を最高の名場面と称賛し、エンターテインメントウィークリーは、ラッセルクロウの情熱的な演技はマクシムスを、 映画世界の英雄の一人に押し上げ、同作全体も素晴らしい復讐物の映画に仕上がっていると評した。2002年、イギリスの公営放送チャンネル4は映画ランキングで映画史上の名作と並んで第6位に同作をランキングした。一方、しばしば通俗的な評価とは異なる評論で知られる、批評家ロジャー・イーバートは、この映画を強く批判した数少ない一人である。 彼は映像面を汚くてぼやけて見づらい映画と酷評し、物語についても気度哀楽を表現すれば薄っぺらさを避けられると思ったら大間違いだと罵倒した。興行収入では成功を収めた。2938カ所の映画館で一斉に公開されたグラディエーターは初週で3483万ドルの興行収入を記録した。 工業収入の勢いは止まらず、数週間で早くも巨額であった、制作費1億300万ドルを全額回収した。正規上映終了時の全米工業収入は1億8770万5427ドルに達し、続いて、世界公開が始まると、最終的な工業収入は4億5764万427ドルという、 破格の商業的成功となった。さらに映画館上映終了後、家庭内視聴の需要に向けた DVD セールスが始まるとこれも成功を収めた。DVD 版だけでなく、ブルーレイディスク版も発売され、メイキングや未収録場面を追加して販売された。2009年9月、映画上映10周年を前に完全版の販売が行われ、新たに長大なシーン追加が行われた。 商業的成功だけでなく、芸術的な評価という点でも、グラディエーターは主演ラッセルクローのアカデミー、主演男優賞受賞をはじめ、アカデミー、ゴールデングローブ、英国アカデミー賞などを独占して36個の賞を受賞する大成功を収めている。ノミネートも含めると、ほとんどの賞の部門に挙げられており、その中でも、ホワキンフェニックスのアカデミー助演男優賞ノミネート、 リドリー・スコットのアカデミー監督賞のミネートが特筆される。グラディエーターの大ヒットは特に合衆国内でローマブームとも言うべき古代ローマ時代への関心増加を引き起こし、ニューヨーク・タイムズ紙は現象をグラディエーター効果と評した。大きく時代が異なるローマ時代の政治家、キケロの専門的な考察書、キケロ、ザ・ライフ・アンド・タイムズ・オブ・ローマ、エス・グレイテスト・ポリティシャンが飛ぶように売れ、 同じくたまたま新たに新役が行われたアウレリウス帝の著書、自生録が試作書としては異例の売り上げを記録した。ローマ時代のみならず、歴史映画自体もブームとなり、トロイ、アレクサンダー、キングアーサーと立て続けに歴史大作が送り出され、リドリー・スコット自身も十字軍をテーマにしたキングダム・オブ・ヘブンの監督を受け負っている。この流れは現在まで温存されており、 スパルタ時代をテーマにした300、300が制作されている。主人公として新たに創作されたマクシムスはトータルフィルム氏が行った印象に残った50人の主人公と悪役の一人にランクインしエンパイア氏の偉大な主人公ランキングでも選ばれるなど高い知名度を獲得した。主役を務めたラッセル・クロウの母国オーストラリアでは マクシムスの記念切手まで発売され、ラッセル本人が合州政府の招致で記念式典でスピーチを行っている。大きな成功を収めたグラディエーターの続編構想は早くも公開翌年となる2001年、制作の一人、ダグラスウィックが映画本編の序章部分を制作する予定があると発表した。しかしデビッド・フランゾーニの提案により、ほどなく企画は 本編から15年後となる後日談に切り替えられることが決定された。公開されていた予定構想によれば、物語はコモディスミカドとマキスマスの主から15年後、この英体が主導権を握る帝国が舞台となる。そんな中、成長したるシラの子でコモディスの甥であるルキウスを主人公とし、彼が自分のルーツを密かに探ろうとするという内容とされた。 ラッセル・クロウも続編出演に意欲を見せ、その上でマクシムスを再び演じることを強く希望して、ローマの宗教観や転承の概念などと絡められないかと考えていると発言した。おそらく監督として要請されたであろう。リドリー・スコットも続編制作については前向きに検討しているとしつつも内容的にグラディエーターにというわけにはいかないだろうねと原稿案では、 続編とはいえ作品テーマが大きく異なる点を指摘した。ディレクターズカットの内容などから、リドリー・スコットが、マクシムス、コモドス、ルッシラ、アウレリウスが若い頃が舞台となる助章を制作することを望んでいる部分があり、両案を合わせると助章と後日談を交互に描いた、ゴッドファーザーパート2のスタイルに似た続編という形になる。2006年、まとまらない状態に、 リドリー・スコットは、事案に近い内容で、脚本試案を制作させようとしたが、ドリームワークスは、後日談を制作するという意思を曲げなかった。2009年、企画は、完全に暗章へと乗り上げた状態にあったが、インターネット上で公開された、却下された、脚本案とされる文書で、再び話題を集めた。それによれば、マクシムスは、ローマの神として転承し、 帝国が迫害するキリスト教徒を守るという内容であった。さらに終盤では世界の歴史を追体験して最終的に第二次世界大戦にまで至るというかなり高等無形な内容になっている。試案を担当したのはニック警部でリドリーとラッセルが一読した後却下したとされている。ありがとうございます。